皆様どうもこんにちは。ここ最近はですね、ずっと雨続きでなかなか天体、撮影もできないという感じでですね、なかなかねちょっと D810A も活躍してなくて、まあちょっとフラストレーションがね、たまる日々が続いてるんですけれども、まあそんな時にね、ちょっとした、まあ、機材の話をまたしようかなというふうに思います。でまあ僕のね機材の話って言ったら、まあ、レンズを1本決めたらですね、それについてまあかなり詳しく MTF 曲線がどうだとか、これはですね星を撮ったらどうなるとか、まあ、そういったですね、詳しい話が多いんですけれども、まあ、今日はねそういった詳細ではなくてやや広めの話をしようかなと思います。でここに書いてるですねようにカメラレンズ VS 天体望遠鏡というふうなことが書いてあるんですけれども、まあカメラレンズと天体望遠鏡ね、まあどっちがどうなんだっていう話をですね、まあ、一般的に言われてることも含めて、話そうかなと思います。なので今日はできるだけまあ初心者の方にもという感じでですね、話していけたらなというふうに思います。あんまりね、詳しすぎないというか、まあ、どうしてもね自分の考えを述べるときに詳しすぎるような感じになるかもなっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、できるだけですね、一般論とか、そういうところで留めておけたらなというふうに思います。それではですね、よろしくお願いいたします。で、まあカメラレンズとですね、まあ、天体望遠鏡っていうふうに、天体撮影をまずしようと思ったらですね、光学系が必要なんですけれども、まあ、まずカメラが必要 でその次に光学系が必要と。であとですね、赤道儀がというものが、必要なんですけれども、まあ、もちろん、どういったものを撮影するかにもよるんですが、ここではですね、まあ、星夜写真、要するに星しか写さない写真という前提で、まあ、進めていこうかなと思います。それでですね、まあどのみち光学系っていうのが必要なわけですね。カメラレンズなり天体望遠鏡なりというものが必要になってくるということになります。でそれでですね、まあどっちでもいいんですけど、自分がね、やりたいところは、どうなのかっていうところはあるんですけれども、まあねどっちがいいのかなっていうふうに、まあ、迷っておられる方、まあ僕もね、迷うことがあるんですよね。次はカメラレンズにしようかな、いやそろそろ望遠鏡も1本買おうかなとか、まあ、そういうふうにですね、僕も時折迷うんですけれども、まあね、その時の参考材料というか、まあ、こういう感じに、まあ、それぞれ両者利点がありますよということをですね話していけたらなと思います。でまずですね、よく、入門書とかにも書いてあることなんですけれども、少し前の入門書とかに書いてあることなんですけど、よく言われてるのはね、カメラレンズの方はこういうふうに四隅まで設計されているので、全体的にね、まあ、星が、いい感じというか、まあ、中ぐらいで、まあ、まとまっているという感じですね。どこを切り取っても、カメラレンズはですね星が大体点になっているんですけれども、まあ、ただちょっとですね望遠鏡に比べるとシャープさでは劣るというふうな感じのことを、書かれている場合があります。逆に、望遠鏡ではですね中央の付近ではカメラレンズよりも解像力とか、シャープさっていうところでは勝ってるんですけれども、端っこに行くとですねだんだんそれが崩れてきて、まあ、劣ってくるというようなことがですね、と言われているのもあります。まあこれはですね、詳しく言っちゃうと、まあ、光学系とかね、まあ、設計にもよっちゃうんですけれども、まあ、大まかな傾向として、まあ、カメラレンズは全体的にいいと、で望遠鏡は中心特化型という感じになっているというところですね。これは全体の傾向です。もちろんここを切り出していけば、全く違ったのもあるんですけれども、まあ、傾向としてはですね、こういったところがあります。とにかく、中央特化型か、まあ、全体平均型かといった、まあ、違いがですね、大まかにはあるということですね。でまあ、まずですね、じゃあそれぞれちょっと利点を挙げていこうと思うんですけれども、まずですね望遠鏡を選ぶ利点、望遠鏡の方の利点っていうのは、まあね、無限遠にですね特化した設計になってるわけですね。カメラレンズっていうのは、無限遠だけじゃなくてピントリングにですねいろんな数値が振ってある通り、まあ物撮りというか数十センチから、無限遠まで、それまでですね全部でピントが合わないといけないということでですね無限に別に特化してるわけじゃないんですよね。でこちら側の望遠鏡はですね、その無限遠に特化した設計なんで、その無限遠での性能っていうのはですね、非常に優れてると、まあ、要するに天体望遠鏡なんで星しか撮らないんでね、そういった点で、まあ、設計がしやすいというか、そこをねそこにフルに持ってくればいいということで、まあ、そういったですね、よりカメラレンズよりも無限遠での、性能が出てるというところが挙げられます。
で、まあ、レンズ枚、あとですね、レンズ枚数がですね、カメラレンズに比べると少ないですね。大体ですね、まあ、どうなのかな、平均的にはどうなのかわからないんですけど、まあ、天体写真撮るような、望遠鏡、まあね、望遠鏡って言っても、眼視用の望遠鏡もありますし、そういったね、天体写真を撮るためのアストログラフとかね、そういろいろあるんですけれども、まあ、全体的な傾向としてはレンズ枚数はですね、カメラレンズよりも、まあ、少なめの方が多いです。まあ、これもね、いろいろあるんですけれども、だいたい7、8枚っていったところですかね。全部合わせて7、8枚ぐらいで、終わってるというところがあるんで、星がですね、比較的すっきりします。で、カメラレンズでね、例えば撮ると、まあ、すっきりしてないっていうのはどういうことかっていうと、まあ、カメラレンズでもですね、まあ、これかなりた、シャープなレンズ使ってるんで、まあ、中央ではですね、かなりすっきり写ってるんですけど、まあ、端っこに行くとね、この星とかちょっと見てもらうとわかるんですが、ややね、こういうふうに星がね、伸びたり、途中にね、くびれができたりするんですよね。こういう伸びがあって、なんかね、こうひしゃげたりすると、そういったのがね、あんまりすっきりしてないっていうふうな、まあ、表現をするのが正しいかどうかちょっとわからないんですが、まあ、こうひしゃげたり三角形になったり、まあ、そういったのがですね、望遠鏡の方は起きにくいかなというふうに思いますね。それはですね、レンズ枚数が少ないのが、まあ、どうも効いてるかなというふうな感じです。で、あとはですね、サポートパーツがやっぱり豊富ですね。天体撮影するための、サポートするためのですね、いろんな、まあ、リングパーツだとか、なんか共同バンドだとかですね、あとフォーカサーだとかいろいろあるんですけど、そういったものがですね、やっぱり豊富に出てるということで、まあ、天体撮影をするにあたって、やりやすいように、まあ、カスタマイズするのがですね、容易であると。で、それがですね、もうセットになって出てたりするんですよね。で、そういったところもあってですね、人に聞けば分かるとか、まあ、そういったところがあってですね、まあ、いろいろサポートとかが充実しているというのはあります。なんで、赤道儀にね、載せたりするのも、まあ、容易というところで、こちらの望遠鏡は、まあ、サポートパーツっていう点では利点があります。まあ、カメラレンズの方はその点ではですね、なかなかそういったサポートっていうのはあまりないですね。あるのもあるんですけどね。僕が以前使ってたアポゾナーとか、ああいう特殊なレンズでは、たまにですね、サポートパーツを、まあ、出していただける場合もあるんですけど、まあ、多くの場合はですね、そういうのはないです。全く出てこない、感じですね。で、まあ、さらにですね、まあ、天体写真、撮るだけじゃなくてですね、当然なんですけど、アイピースを使ったらですね、感望とかもできます。なんで、例えば今日撮影に来たけど、なんか空があんまりだし、なんか雲も多いし、ちょっと撮影はやめようかって言った時にですね、アイピース使ってですね、感望とかもできるんですよね。これも撮影に関する利点ではないので、入れていいのかどうかは微妙なんですけど、ただね、やっぱりそういった iPiece 使って、後々感望とかもする、まあ、そういったことも考えていらっしゃる場合は、望遠鏡買った方がいいかなというふうに思いますね。まあ、カメラレンズでも特殊なね、ものでは iPiece 接続アダプターとかそういうのが出てたりするんですけど、まあ、まずないですね。望遠鏡ではないと、こういったね、感望とかはできないです。なんで、まあ、もしですね、感望まで視野に入れてる場合は、望遠鏡一択ですね。望遠鏡を、まあ、必ず、使った方がいいかなというふうに思います。で、まあ、これも、正直もうどっちでもいいといえばどっちでもいい。まあ、クオリティにね、影響するところではないんですけれども、まあ、気分の問題ですね。気分の問題で、まあ、いかにもね、天体撮影してるような、そういった気になれるかなというところですね。そういった、利点というのかどうかはわからないですけど、まあ、気分の問題で、なんかね、望遠鏡を持ってるとですね、いかにもこう天体撮影をしていると、そういったですね、感じになるのかなというところですね。まあ、ちなみにこれ、まあ、画像はですね、FS60CB と言われる、まあ、結構ね、名の知れた、天体望遠鏡なんですけど、まあ、望遠鏡ってね、いろいろピンキリなんですけどね、まあ、僕が買えるのはこれぐらいかなっていうところで、まあ、ちょっと上げてます。本当にね、高いのは、まあ、高級車が買えるようなのもあったりするんで、まあ、そういうのは買えないし、まあ、そもそも自分の赤道儀に乗らないんでね、まあ、自分も検討はしてないんですけれども、まあ、望遠鏡もピンキリでいろいろあります。まあ、最近はね、数十万円で、天体撮影もできるような、そういった望遠鏡も出てきた感じはするんですけど、まだね、全体的に依然として値段は高いかなという感じはありますね。ただ、まあ、望遠鏡全般としてはですね、こういった、まあ、利点っていうのがありますね。じゃあ、一方でですね、カメラレンズの方の利点なんですけど、まあ、カメラレンズではですね、まあ、こういった利点がいろいろあります。で、まずですね、まあ、いろんな焦点
距離のレンズが出てるわけなんですよね。望遠鏡って言ったらね、やや長めの方になってくるんですけど、カメラレンズはね、あの短い焦点距離のものもあって、広い範囲を一度に撮影できるといったまあ利点があります。もう例えばね、夏の大三角写したいですよって言った時に、もう夏の大三角を一発でですね、写すことができると。まあ、望遠鏡でもですね、頑張ればできることはできるんですよね。まあ後でそこの点については言おうと思うんですけれども、カメラレンズはですね、まずあのワンショットじゃないんですけど、まあ録をかければね、しっかり録をかければ広い範囲を一度に撮影することができると。でまああとですね、あんまりこの、星だけの写真では利点にはならないのかもしれないですけど、まあ、ズームっていうのがあるんですね。ズームしたりすることができると。でズームレンズとか使えばですね、まあ、ちょっとですね、ここの、天体を外したいとか、そういう時に、まあ、ズームしたり、まあ、ズームっていうのがあればですね、例えば 24mm、50mm、70mm を一度に楽しむとか、そういったことができるわけですよね。でまあ、あのズームレンズはね、ちょっと性能が、あの単焦点とか、あ、これ文字のね、なんて言うんだろう、同じこれ単焦点って言っても、こっち短い焦点ですね。でズームレンズに対して、あの単焦点っていうのはですね、単一の方の単ですね。ここら辺紛らわしいんですけれども、まあ、そのズームレンズっていうのは、そのですね、単一の方の単焦点の、まあ、そのレンズに、比べると、ちょっと性能は劣るんですけれども、ただですね、まあ、いろんな切り取り方をしたいっていう時にはですね、ズームレンズ使った、まあ、撮影も、まあ、できます。で、まあ、性能のいいですね、ズームレンズも、何本かあるんで、まあ、そういったのを活かしてですね、まあ、1本で、複数の、シャアを撮ると、そういったですね、こともできます。であとですね、まあ、これも大きな利点の一つかなと思うんですけど、絞るということができるんですよね。カメラレンズではですね、まあ、絞ってですね、撮影することができると。で、あのスペックとか見るとですね、135の F2 とかそういう風なスペックが書いてあると思うんですが、あの F2 っていうのはですね、まあ、絞りを効かせてない時の、開放の数値なんですけど、そこからですね、2.5、2.8 とか、まあ、あるいは 3.5 とか、そういう風にですね、絞っていけるわけですね。で、そう絞ることでですね、あの星がシャープになっていったり、まあ、あの色収差とか、そういったですね、あのレンズの弱点っていうのが改善されてくる。さらにはですね、あの周辺光量っていって、あの天体望遠鏡っていうのはですね、あの光量がですね、中央にどうしても集中してしまうんですよね。で、まあ、それに比べるとですね、あの慣らすことができる、まあ、絞ることによってその光量をですね、あの周辺まで、隅々まで行き渡らせると、そういったですね、まあ、ゲートもカメラレンズだとできます。まあ、この絞ることができるっていうのも、まあ、カメラレンズの利点ですね。まあ、望遠鏡もですね、まあ、一応あの防具とかで、なくはないですね。絞りリング、なんとかっていうのがパーツがですね、ないことはないんですけど、まあ、基本的にはですね、望遠鏡は全部開放で撮影するという形になります。でさらにですね、デジタルカメラとの相性はですね、まあ、抜群ですね。やっぱりあのデジタルカメラ、使うときにですね、もうポン付けで使います。もうそのまんまデジタルカメラにですね、ガシャッとつけたら、そのまんま使えるんですよね。で望遠鏡の方はですね、先ほどまあちょっと表裏一体なところはあるんですけど、先ほどサポートパーツが豊富っていうふうに書きましたけれども、あのいろんなね、まあデジタルカメラだけじゃなくて、まあ、冷却 CCD とかね、冷却 CMOS とか、そういったカメラともまあ接続するためのパーツがいろいろあってですね、まあ、人に聞けばですね、いろいろ教えてくれるんですけど、まあ、最初ね、初心者の方がちょっととっつきにくいところかなという感じはあるんですよね。これどのリング使えばいいのとか、リング買ったけど全然合わなかったとか、ピントが出なかったとか、そういったね、まあ、トラブルがいろいろあったりするんですよね。まあ、その点カメラレンズはですね、まあ、デジタルカメラにもうポン付けすれば終わりと、それで、もうですね、撮影自体はできるという形になるんで、まあ、その点についてはですね、やりやすいかなと思います。ただまあ問題になるのなるのは赤道儀とどうつなごうっていうところがね、まあ、時々まあ問題になったりするんですけれども、まあ、あのデジタルカメラ使うときはですね、まあ、カメラレンズの方が優れているという場合が多いですね。あとはね、ケラレっていうものがあるんですけど、そういったケラレとかがですね、あの望遠鏡の、まあ、リングパーツがまずかったりすると発生したりするんですが、あのカメラレンズの場合はね、そういったあのケラレっていうのは発生しませんね。まあ、もちろんあの対応しなきゃダメですね、フォーマットサイズと、まあ、デジタルカメラにはフルサイズとか APS とかいろいろあるんですけど、まあ、そのフルサイズ対応だとか、あのそういった対応のカメラレンズでなければ、ダメなんですけれども、まあ、そういう場合はですね、ちゃんと、選んでいればですね、デジタルカメラと相性よく、まあ、切られとかも発生しにくいというようなところがあります。でさらにですね、
同程度の、焦点距離、あと F 値ですね、要するに広角形の明るさを表す数値なんですけど、同程度の焦点距離 F 値ならですね、まあ軽い、という点もありますね。まあ、ちょっといい例かどうかは分からないんですけど、まあ例を挙げるとですね、こちらの例えばあの3ニッパっていうのがあるじゃないですか。これはまあニコンのですね、3ニッパ、でこれのですね、主な仕様のところを見てみると、質量がですね、約 2900g っていうのがですね、ここに出てますね。でまあ3ニッパっていうと、まあ要するに 300mm の F2.8 とそういったですね、カメラレンズになってくるんですけど、約ですね 3kg と、まあこの数値を覚えておいてください。であとですね、もっと軽い3ニッパもあって、キャノンの方ですね、この EF300F2.8LIS2 っていう、まあ、こういう、まあ、なんか長ったらしい名前のレンズがあるんですけど、これはですねさらに軽くてですね、2350 と、2キロちょっとぐらいなんですね。でこの2キロちょっとぐらいだとね、ポータブル赤道儀、まあ、ちょっと大きめのポータブル赤道儀なら乗るかなっていうぐらいですね。僕のね持ってるあの SS1 赤道儀にもまあ乗るぐらいの範囲かなってところです。でまあ、大体ですね、まあ、2キロとか3キロというふうにですね、カメラレンズの方は思っておいてください。まあ、300ミリなんですけどね。で一方でですね、この、高橋のですね、同じぐらいの、焦点距離に、これね、今最近 F3 レデューサーっていうのが出て、300ミリの F3 で使える、まあ、約300ミリの F3 で使えるんですけど、まあ、FSQ106ED っていうね、まあ、有名な、天体望遠鏡があります。で、これがですね、約まあ大体どれぐらいかっていうと、ちょっと下の方にあって、これ見えないかな、ここをね、スペックっていうところに、下の方に行くとあるんですけれども、重さがですね、ファインダー込みでなんと 7kg なんですね。100mm の F3 でですね、望遠鏡の方は 7kg ということで、まあ、この 7kg ぐらいになるとね、僕の SS1 にはちょっと乗らない感じですね。乗らないかどうかちょっとわからないけど、いや、きついだろうな。多分、無理ですね。あの本格的な大型の赤道儀が必要になってくるぐらいの、重さになってくるというところですね。同じですね、100mm の、F3 っていうところで、F3 とかまあ 2.8 っていうところで比べても、天体望遠鏡の方がですね、明らかに重たいという感じになってます。まあ、他にもね、同程度のスペックとして、ビクセンにもですね、アストログラフって言って、まあ、これもほとんどね、乱視観測用じゃなくて、もう天体撮影するために生まれてきた、そういった望遠鏡になるんですけど、VSD100 っていうのがありますね。で、これも、素ではですね F3.8 なんですけど、まあ、あの後々ねサポートパーツのレデューサーっていうのを組み合わせれば、約 300mm の F3 ぐらいで使えるのかな、確か。まあそういったものがありますね。でこれもですね、さっきの、FSQ106 よりはちょっと軽いんですけど、それでもですね、4.5kg という感じでですね、やっぱりねちょっとカメラレンズより重いんですよね。こちらのまあ望遠鏡ですね、このまあビクセンの、まあ、最高峰の、天体写真用の望遠鏡なんですけど、約 4.5kg ということでですね、カメラレンズよりも重いです。この、ニコンの、3ニッパ、この3ニッパよりも、重いし、これ 3kg なんですけど、さらにですね、キヤノンの EF300F2.8 の方は、まあ、2kg ということでですね、もっと軽いということで、まあ、やっぱりですね、同程度の焦点距離 F 値ならですね、カメラレンズの方が軽いと、まあ、そういうところで、まあ赤道儀っていったものの選択に、まあ、ちょっと余裕ができるっていうところはあります。まあいい比較だったかどうかは分からないんですけど、まあ、300ミリだと、そんな感じになってますね。で、まあそういったですね、まあ、一長一短が両方あるわけですね。望遠鏡にはこういう利点がありますし、もちろん、カメラレンズにもこういう利点があるということでですね、まあそれぞれ一長一短あるわけですね。でまあ、それがですね、どっちがいいかっていうと、まあ、それはですね、もう、本当に個人の判断次第で、まあ、何をしたいかっていうところにもよると思います。まあ、僕としてはですね、まあ、結論まではちょっといかないかもしれないですけど、200から300ミリ以下だと、ちょっとね、幅が100ミリもあって、申し訳なくないし、なんかここ数値がちょっと違うじゃないかって言われるかもしれないけど、知れないんですけど、ちょっとまあ、ここはすみません、目をつぶってください。まあ、とにかくですね、200から300ミリ以下で、広い範囲の静野写真を撮りたいっていうときは、カメラレンズがいいんじゃないかなという感じですね。で、250ミリから300ミリ以上で、あの静電をですね、まあ、1個から2個あるいは、2、3個ぐらいですね、切り取りたいっていう時は天体望遠鏡がいいんじゃないかなというふうな感じのことを、僕は思ってますね。
カメラレンズの方はですね、加えてですね、これだけ広い範囲を映せますし、あと淡い部分ですね、最近ではですね、分子雲だとか、ああいったですね、すごい一対称に、5時間6時間とかね、そういった露光時間かけて、撮るような対象もあるんですけど、そういうのを撮るときはね、カメラレンズのその明るさだとか、広さだとか、ああいうのはね、淡くベタッと広がってますんで、そういうのとかね、淡いものを撮るときは結構カメラレンズっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、逆に言えばですね、カメラレンズで撮るとなんかこう明るい対象だけ切り取るっていうとね、夏の天の川とか、そういうところは結構切り取れたりするんですけど、意図せずね、そういう淡いところまで入ってきちゃうんで、もっとね、明るいところだけ切り取りたいとか、そういう時はね、天体望遠鏡の方がいいんじゃないかなという感じもありますね。もちろん天体望遠鏡でね、淡い部分も映せますし、カメラレンズでね、明るい部分だけ切り取ると、そういったゲートもできますけど、一応そこら辺の目安というかいうのはあるかなというふうに思います。ちなみにね、天体望遠鏡でも、250mm、300mm っていうふうに書いてますけど、例えばね、もっともっと焦点距離の長い天体望遠鏡でも、カメラレンズ と、同等の作品を得るっていうことは実はできます。さっきどこで言ったかな、どこで言ったか自分で言っといて忘れたんですけど、何だったっけな、どっかでさっき言いましたけど、なんかね、言おうとしたこととしてはですね、モザイクっていう方法があるんですよね。で、そのモザイクっていうのは、ある限られた、例えば望遠鏡ではですね、例えば400mm ぐらいで、切り取りましたと。その 400mm ぐらいで切り取るんですけど、それをですね、こうシャイヤーをずらしていってですね、ちょっとずつずらしていって、貼り合わせるっていう方法があるんですよね。モザイク合成っていう方法がありまして、それと撮ればですね、400mm の光学系で撮ったんですけど、135mm 分まで、拡張しましたよとか、あるいはもっと広くですね、50mm ぐらいまで拡張しましたよとか、それぐらい、そういうこともできるわけですね。長い焦点距離の、天体望遠鏡を買っておけば、後でですね、モザイク合成っていう方法を使って、カメラレンズ と、同等のシャイヤーを得ると、そういったですね、こともできるわけです。で、そういったこともあって、モザイクとか、そういうのがですね、できるっていう方はですね、こういった天体望遠鏡で、カメラレンズ分の、シャイヤーを得ると、そういったですね、手法もあるにはあります。ただね、あんまりそのモザイクってやるとですね、泥沼状態に陥ったりするときもあるんですよね。やっぱり結構このバックグラウンド合わせたりなんだりっていうのがなんか難しくって、そういったコツがいるっていうのもあって、なかなか難しいところあります。ただそういった、長い焦点距離の望遠鏡でですね、そうカメラレンズの分の、広いシャイヤーを使うと、シャイヤーを得るとですね、モザイク合成によって得ると、こう星がですね、シャープに、すごくシャープになって、淡い部分まで出てくると、そういったですね、こともあるみたいですね。僕はちょっとやったことないんですけどね。僕はそもそも天体望遠鏡を使ったことがなくて、カメラレンズでの撮影しかしたことがないんで、ちょっと天体望遠鏡についていろいろ言うのはね、お門違いというか、天体望遠鏡で撮影したことはないんでね、そこら辺はちょっといろいろは言えないんですけど、ただ天文ガイドのとかね、そういった読者の写真とかを見ると、中にはそういったですね、128枚モザイクとか、そういうことをやってですね、広いシャイヤーを得ているようなのもあります。ただ広いのを撮りたいときはカメラレンズ、狭いところを、クローズアップ、狭いところというか、星雲 2,3 個分をクローズアップしたいときは天体望遠鏡っていう風にですね、とりあえずは思っておけばいいんじゃないかなという風に思いますね。で、それでどっちがやりたいかっていう感じなんですけど、今のところはですね、僕はちょっとね、最初広いところから、やろうかなと思って、カメラレンズを中心にやってます。時期ね、多分、どっかで、天体望遠鏡も使ってみたいなと思うんですけれども、そういう両方の気持ちはあるんですけれどもね、今はカメラレンズでですね、広いところを撮ろうかなという感じですね。で、そうか。で、ちなみに最後に、なるんですけど、一番最初に言ったですね、これどっかで話そうと思ってて、ずっと話せなかったんですけど、これですね、最初ですね、こういうふうに、カメラレンズは、全体的に平均点で、望遠鏡は、中央が100点で、周辺が30とか40ぐらいになってくるっていうふうに言いましたけど、ただね、これはね、写真専用機だと、こうではないですね。例えば望遠鏡だと写真専用機になってくるとね、こんなことはないです。この最初のね、この中央のシャープさがですね、隅っこの方までずっとシャープですね。やっぱね、そこら辺はちゃんと考えられて設計されてて、ずっとね、どこまで行ってもシャープって、この中央の性能がどこまでも、
破棄されていると、まあ、中央で100点で、まあ、隅でももうほぼ100点近い、まあ、そういった、ものがですね、まあ、それがですね、どういうものになってくるかっていうと、まあ、先ほどちょっと、言ったんですけれども、こちらのですねアストログラフとか言われる、そういったです望遠鏡は、中央でも四隅でも、100点というものがですね、あります。でカメラレンズの方もですね、最近はすごく進歩してて、まあね、中央でも、こんなね、ボテッとしなくて望遠鏡並みにシャープで、端っこもですねやっぱりですねこの中央と同じぐらいシャープっていうのがあってですね、まあその代表格として、まあ、アポゾナーだとかああいうのがあるんですけれども、とにかくカメラレンズも進歩しててですね、どこまで行ってもシャープっていうような光学系も最近は出てきてますね。なので、こういったね、まあ一般的にこういう傾向はあるんですけれども、天体撮影に向いた、光学系っていうのはですねやっぱりねすごくシャープな、ものになってます。まあ、そこら辺はですね、大体、よく使われている光学系なら、まあ、心配することはないかなっていう点ですね。まあ、とにかく、最近はですね、こういうことはないかなっていうところがありますね。だいぶ進歩してきてるっていうのも、今の、まあ、現状っていうのはどうかな、まあ、最近の、動向かなというところですね。まあ、ということで、ちょっと最後の方はね、なんかマニアックな話も一、ちょっと出てきちゃいましたけど、まあ、ざっくばらんにカメラレンズと、天体望遠鏡っていうのは、こんな違いがあるのかなっていうのをですね、今日は話してみました。まあ、大きく分ければ、要するに、まあ、クローズアップしたいか、大きくまあベタッと広がった構造を取りたいのか、そこによってですね、まあ、どっち買うかっていうのは、決めればいいかなというふうに思います。でまあそういうところがいろいろあるんですけれども一長一短ありますんで、まあ、理想を言えばね、両方持つのが本当は理想なんですけど、まあ、そういったねところもあっていろいろ比較検討されてみてはいかがでしょうかといったところですね。ということで、今日はまあ、どちらかというと、大雑把な、話になったと思うんですけど、こういったカメラレンズと天体望遠鏡、カメラレンズ VS 天体望遠鏡という形でですね、お話をお送りしました。それではですね、ここまで、ご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。